こんにちは。上質旅クラブババアです。ジジです。今回は UR にあります万葉の里白雲荘に行ってまいりました。こちらのお宿は豊かな自然に囲まれており、季節を五感で感じることができます。アクセスは湯河原駅よりバスもございますが、バス停より歩くみたいなので駅からタクシーまたは車がおすすめです。帰りの際は湯河原駅まで送っていただけるそうです。チェックインは3時、アウトは11時です。温泉の露天風呂付き客室離れが3室、温泉露天風呂付き客室が8室、一般客室が4室で全16室からなります。こちらはロビーです。こちらはお土産コーナーです。ウェルカムドリンクが置いてあります。千歳川のせせらぎを聞きながらコーヒーをいただきました。お部屋に向かいます。ロビーの階の万葉のお部屋です。こちらのお部屋は白雲荘を満喫できる要素が揃っているお部屋みたいです。8畳の和室、左には洗面所があります。外に出るとミニバーと露天風呂があります。洗面所にはタオル、化粧水などがあります。こちらはお手洗いです。こちらにはドライヤーとアメニティ類があります。クローゼットには羽織物、帯、靴下があります。下にはセキュリティボックスがございます。ベッドが2台。こちらのお部屋枕元にコンセントがなかったのでちょっと残念でした。縁側スペース、椅子が2脚。テーブルの上には夕食の時のおすすめペアリングメニューがございました。外のミニバー、 CD プレーヤー、コーヒーメーカー、コーヒーポット、湯河原菓子工房のお菓子、こちらにはグラス各種です。冷蔵庫にはビールとお水無料でいただけます。こちらは無垢の一枚板のバーカウンターになります。シャワーブース、シャンプーなどもございます。湯河原温泉かけ流しの露天風呂です。露天風呂をお借りいたしました。スイートプライベートスパです。40分無料でお借りできます。とっても広いですよね。洗い場も2箇所ついております。
こちらの洗面台にもアメニティ類は置いてあります。ビールとコーヒー牛乳もいただけます。ウォーターサーバーも置いてありました。主食でございます、はい、本日は炙りのさよりでございまして、味付けがうまだしでございます、はい、ぜひお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。さよりだったよね。いただきます。タイにした？タイにした。まとわして、で醤油につけて、うん、ありがとうございます。少々跳ねますので、お手間をお願いします。こちら海鮮ほうらく蒸しでございます。ただいまから白ワインをお入れして5分ほど蒸し上げます。はい、はい、いいの？うん、その代わり味噌ちょうだい。もらっていい？かぼちゃって。味噌どうやって？味噌取って、はい、いたしました。続いてのお肉料理、アイガモのロースでございます。お付けしているソースがバルサミコソースとバジルソースでございます。痛くでしょ。ですよね。おー、いいですね。おはようございます。雨も止んで晴れました。
こちらの大浴場、さぬきの湯もございます。白雲荘さんは私たち2回目になるんですが、今回もとてもリラックスすることができました。お部屋のお風呂も大きく川のせせらぎが心地よいです。貸し切り風呂もおしゃれでとてもリラックスができます。そしてお食事がとても美味しく、スタッフさん皆さん親切で距離感がとてもいい感じでした。私たちはリピートしたい宿です。ゆっくりしたい方にはとてもおすすめな宿だと思います。万葉の里白雲荘、一泊二食付き大人2名で81,400円でした。行った気分になっていただいたり参考になると嬉しいです。どこか懐かしい昭和感漂う熱海のホテルといったら、次回は熱海ホテルニューアカを楽しみにしていただけると嬉しいです。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。